あ、最近は海行ってますね。夏なんで。ボンダイとか行きました。オーストラリア、まあ物価高いんですけど、まあ普通にバイトしながら楽しくやってます。今日はディビジョン1のチームで、前回アンダー20のセレクション参加させてもらって、トップ始まったら、まあその時プレー良くて、トップ始まったら練習来てで呼ばれたチームです。とりあえず、まあ、チームそこで決めたいと思ってるんで、今日で決めるぐらいの気持ちでやればいいかなとは思ってます。スタレジャー頑張ってください。ありがとうございます。契約する選手に共通のことはやっぱどんどん自己アピールしてるのかなっていう、終わった後も監督にどうだったとか話すし、やっぱそれをすることによってこいつは意欲あるんだなとか監督は思ったりすると思うので、そういうのもアピールの一つですし、ただサッカーがうまく見ればいいっていう問題でもないのかなって、だからこそ海外でハマる選手とそうでない選手を得たのかなと思ったりします。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はどうでしたか。まあ、最初回しとかやったんですけど、回しはまあパス来なくて、どうしようかなってずっと考えたら終わっちゃって、まあ本当パス来なくて、でまあゲームでしっかりコミュニケーション取ってパス行こうかなって、そしたらまあ普通にパスで別の人を潰して、まあ裏とかにパス出して回せたとは思ってるんで、まあ一応次になってなかったな。パス来なかったね。いやー、やばかったですね。外から見ても分かったんですよ。笑いそうになったんですね。あれ、どうしたらいいと思う、はい、あー、これ回すだけです。実際こう、中入ってて、ね、パスガーッて、オーストラリア人みんなも声出して、はい、どんどん走ってとか、もう言い方あるけど、ごちゃごちゃみたいになってしまうときに、はい、せっかく持ち味のね、はい、パスがね、死んでしまうわけで、どうしたら自分の方にパスが入ってくると思う。まあ、やっぱそのゲームで初めやったみたいに、最初から声、なんかチームメイトに声かけて、で、まあ、パス受けれるように、どんどんコミュニケーション取っていけば、まあ、パスはできるかなと、まあ、ゲームでそうだったので、まあ、やっていければいいかなと思って、1個入ればね、はい、どんどん、そうですね、で、はい、あいつできるなと思われたら、多分パスはできる。で、まあ、ゲームはそうだったので、まあ、それを意識して次にやっていければと思います。今日のフィジカル練習はどうでしたか。インターバルがとりあえず短いんで、足に心拍数より足に気持ちいいです。監督についてはどういう印象ですか。あ、監督は、すごい、まあ、指示細かいんですけど、すごい分かりやすくて、で、まあ、結構日本寄りな感じがして、で、まあ、入りやすいかなと思います。今年の抱負を。今年の抱負、まあ、早めにチーム決めて、まあ、ここだったらここで決めて、で、まあ、早くスタートで出れるように頑張って、でチーム上に上げれるように貢献できるように頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。ヒロ選手です。バイバイ。